どうも皆さん、こんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい、というわけでね、俺的映画速報第67回ということで、俺的映画速報では興行収入ランキングについてね、語っていきたいと思います。ということで、6月27日、28日の国内映画興行収入ランキングが興行通信社より発表されましたということで、今週はこんな感じになっておりました。オルテギ映画速報の興行収入ランキングの記事については映画 .com さんをね、参照にしていますということで、はい、一生に一度は映画館でジブリをのコンセプトのもと、6月26日から全国374の劇場で再上映が始まったスタジオジブリ4作品のうち3作品が1位から3位までを独占する結果となりました。1位は千と千尋の神隠し。第52回ベルリン国際映画祭ではアニメ作品として初のキングマ賞を、第75回アメリカアカデミー賞では長編アニメーション賞を受賞しています。最終興収308億円は、いや、邦画洋画合わせての歴代興行収入ランキング1位を未だ守り続けている大ヒット作ですね。もう監督はご存知、宮崎駿さん。はい、もう本当お化けモンスター映画ですよね。308億ってすげえな。そんなったんだ、知らなかった。はい、というわけでね、第2位はもののけ姫ですね。1997年公開当時の日本で映画歴代興行収入1位を記録しましたね。またアニメ作品として初の日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞しました。こちらも宮崎駿っていうことで、いやいや、もう本当すごいね。最上映作品の中でも一番古くジブリ作品の原点ともいえる風の谷のナウシカは3位にランクインしています。アニメ雑誌アニメージュに連載されていた宮崎駿監督による同名コミックの映画化で1984年に公開されましたということで、はい、確か僕はね、中学生の時でした。僕ね、これ残念ながら風の谷のナウシカだけはね、劇場公開鑑賞していないんですよね。当時すごい話題になりました。ビデオでね、VHS のビデオで鑑賞しましたね。はい、そんなわけでね、今週は1位から3位までをリバイバル作品が独占するというね、それも全部ジブリという。で、なおかつ、9位にはゲド戦記も上がってますから、はい。まあ、いくらね、まあ、リバイバルとはいえですね、新作映画を押しのけているということを考えると、まあ、新作映画弱いのか、まあ、主にですね、やっぱりコロナの影響がここにも出ているのではないかなと思いますね。やっぱり新作映画に足を運ぶ人があまりにも少なすぎるからゆえのね、結果なんじゃないかな。もちろんね、宮崎ジブリ作品が上位に上がってくるのはわかるんですけど、いやー、新作はいくらなんでもね、弱すぎますね。で、やっと第4位に新作が来るわけですよ。ランボーラストブラッド。はい、こちらね、4位に初登場で、僕の動画でもね、レビューしております。我らがシルベスタ・スタローン演じるランボーシリーズの第5作ということで、12年ぶりの最新作にして、最終章なんですね。監督はエドリアン・グランバーグ、共演はパス・ベガ、セルリホー、ペリス・メンチェッタとか知らねえよな、こんなの。まあ、全然しょぼい役者さんだと思う、しょぼい役者しか出てないんですけど、まあ、レビューに関してはね、僕の動画を見てくださいということで、まあ、なんとなくこの口調でわかると思いますけど、あんまり高い評価がね、できてないんでね、ちょっとファンの方には申し訳ないレビューとなっております。そして、この他新作では、セガの人気ゲームを映画化したソニック・ザ・ムービーが6位に入ってますね。なんかね、このソニックのビジュアルがちょっと違うんじゃないか、イメージとなんかちょっと違うというか違和感を覚えるんですけど、皆さんどうですかね。そして先ほども言いましたジブリ最上映のね、リバイバルゲド戦記が9位でスタートを切っていますということで、まあ、こちらもね、ゲド戦記は劇場で見ましたね。思えばね、僕ね、千と千尋の神隠しって映画まだ一度も見たことがないんですよね。もののけ姫と、もののけ姫は劇場で見ましたね。ナウシカは見てない。で、ゲド戦記も、これも劇場で見たはずです。もう内容さっぱり覚えてません。
まあ正直ね、僕の中で宮崎駿監督の作品ってね、天空の城ラピュタでもう終わってるんですよ。もうそっからなんかよくわかんないね、幼児がなんかイチャイチャするような、なんかメルヘンとかね、なんかそんな映画ばっかで、まあいわゆるね、冒険活劇ものっていうのが全然なくなっちゃって、ものすごく寂しいというか、やっぱりね、宮崎駿って僕は冒険活劇ものだと思ってるんですよ。未来少年コナンとか、ルパン三世カリオストロの城とかね。いやー、まあ、ああいう作品をね、見せてほしいなと思うわけですよね。まあ、風の谷のナウシカもどちらかといえばね、冒険活劇には近いんですけど、あんまり僕ね、ナウシカ好きじゃないんですよ。もっと冒険活劇に特化したね、やっぱりラピュタとかルパン三世、カリオストロの城が良かったですね。まあ、僕と同じ意見の人いますかね？やっぱり、あれですか？こういう千と千尋の神隠しとか、トトロみたい。あ、僕トトロも見たことないんですよね。一度もないんですよ、トトロ。ああいう作品がみんな好きなんですかね？はい。魔女の宅急便はね、映画館で見ましたけど、魔女の宅急便はまああんまり嫌い、まあ、そんな好きでもないけどね、まああれはこのメルヘンの中ではね、まあ結構良かったなと思ってますけど、あんまりね、宮崎駿監督の映画ってもうあんまり見ようと思わないんですよね。はい。なお、既存作品では先週1位でスタートしたドクター・ドリトルがもう5位まで後退しちゃってますね。そして3週目を迎えたストーリー・オブ・マイ・ライフ、私の若草物語が7位で、まあ僕のね、あの動画でもこの若草物語、レビューしていますので、ぜひね、そちらもチェックしてください。そして、先週3位スタートの水曜日が消えたが8位まで後退しちゃってますね。で、先日レビューした昨日かな、先週5位でスタートしたエジソンズ・ゲームは早くもね、圏外となってしまいました。いやー、僕のね、動画レビューでもこのエジソンズゲームの再生数が全然芳しくないのは、やっぱり観客動員数に比例してるんですかね。まあ僕のね、動画、チャンネルもですね、まあチャンネル登録者数はね、増えてはいるんですけど、再生数が全然伸び悩んじゃってるというね、もう低たらくで、まあどうしたもんかなと思いますし、まあね、あとね、まあいずれまたね、報告しようと思うんですけど、収入ですよ、収益。広告収益がね、やっぱ半分ぐらいに落ちてますね。去年の半分ぐらいに落ちてますね。いやいや、モチベーション下がり、だだ下がりですよ。はい。というわけでね、今週の、映画興行収入ランキングいかがでしたかね。まあ、このラインナップを見るにつけて、まだまだコロナの前の状態には戻ってないですね。実際ね、映画館に行くと、客入りがね、ひどく悪いんですよ。特にシネコンね。シネコンは本当悪いですね。一席ずつ空けてはいるんですけど、その半分となった席もね、まだ埋まってない状態。まあ7割、まあ都心部でやっと7割埋まるかなぐらいなんですよね。いやー、全然ね、映画館にお客さんが戻ってないという状態がね、まだしばらく続きそう。で、感染者数も増えてますもんね。で、なおかつ東京もね、なんか基準？東京アラートって結局何だったんですかね。あれなかったことにされてますよね。また新しいね、基準を作ってるんですけども、あれはね、明らかに休業要請を出したくない、出すつもりがないっていう、意思表明みたいなもんでね、もうごまかしですよね。はい、もうとてもね、曖昧な基準で、これで感染者が100人になろうが200人になろうが、休業要請はね、まあ、出さないつもりなんでしょうね。まあ政府、行政側としてもこれ以上お金出すつもりもないし出せないし、かといってお金出せないでね、休業要請もできないしっていう、もうジレンマに陥っちゃってるみたいなね。いやー、映画館、映画興行収ね、映画興行これからどうなっちゃうのか心配ですね。まあそろそろね、こんなのがあと数ヶ月続いたらね、まあミニシアターから潰れていきますよ。これ、東宝シネマとか、まあ、特にこのシネコンの中でもね、弱いシネコンは結構厳しいんじゃないかな。映画産業からね、映画館経営から撤退するっていうところも、そういうシネコンもね、出てくるんじゃないかなと、ちょっと心配ですね。はい。というわけでね、毎週恒例、ミニシアターの興行収入ランキングもチェックしていきたいと思います。まあ、こんなコロナの状況で、ミニシアターの方はどうなっているんでしょうか。今週はこんな感じになっております。はい。1位はね、先週から1位を維持してますね。なんでこれ、死神使いの事件帳。
映画と舞台を連動させるエンターテインメントプロジェクト、東映ムビステシリーズの第2弾となる時代劇ミステリーですね。死神とコンビを組んで探偵業を営む主人公が、江戸の吉原で発生した遊女連続殺人の謎に挑む様を軽妙に綴ったものらしいです。はい、松竹だか東映だか、これはどこの映画かな、なんか、うん、東映でしたかね。東映の劇場でかかってましたけど、うん、時代劇ミステリーか。ちょっと気になりますね、これ。見てみようかな。まだ見てないんですけど。いや、見るかどうかわかんないけどね。はい、そして、第2位が、ワイルドローズ。英国の新鋭ジェシー・バックリーが歌手になるという夢と、二人の幼い子供との狭間でもがく不器用なシングルマザーを演じ、数々の賞に描いた音楽ドラマです。英国スコットランドのグラスゴー、麻薬密輸の罪による1年の服役を終えたばかりのローズ・リン・ハーラン、二人の幼い子供を抱えるシングルマザーでありながら、未だにカントリー歌手になる夢を捨てきれず、子供たちの世話も母親のマリオに任せっきりなんですね。やがてお金持ちのスザンナの家で清掃の仕事を得たローズは、ひょんなことからカントリー音楽好きのスザンナに歌の才能を認められる。そんなスザンナの後押しを受け、少しずつ夢に近づいていくローズだったが、ということで、どうなんですかね、これシンデレラストーリーになっていくんでしょうかね。いや、ちょっと気になりますね。なんかひょんなことからね、才能を見出されてスターダムに のし上がっていくって映画結構ありますもんね。なんかレディー・ガガが主演の映画ありましたよね。そんな映画なんだったっけ、そうそう、アリースター誕生ってがありましたよね。なんかわけのわかんないおっさんにね、才能を見出されてそのままね、トップスターになっていくみたいな話でしたけど、まあ、この恵まれないシングルマザーやからね、夢が可能かどうかっていう、まあ、そんな映画なんですけどね。面白そうですよね。ちょっとチェックしてみたいなと思います。はい、そして第3位は、先週2位からワンランクダウンですね。ペイン&グローリーです。オールアバウトマイマザー、ボルベール帰郷のスペインの巨匠ペドロ・アルモドバル監督による自伝的要素の強い人生ドラマです。監督の分身ともいえる主人公を演じるのは、これで8作目のアルモドバル作品出演となるアントニオ・バンデラスですね。本作の演技でカンヌ国際映画祭主演男優賞やアカデミー賞主演男優賞ノミネートをはじめ、数々の映画賞に輝きました。世界的映画監督のサルバドールは肉体的な痛みに苦しめられ、今や精神的にも気力を失い、引退同然の生活を送っています。そんなある日、自身の昔の作品が再上映されることになりました。しかしそれは彼の苦い記憶を呼び起こします。当時ヘロインを使用していた主演俳優のアルベルトと激しい口論となり、以来2人は絶縁状態になってしまっていた。和解を願いアルベルトと30数年ぶりの再会を果たすサルバドールだったが、みたいなね。まあ、あの監督さん自身のね、自叙伝的な話ということで、どうなんですかね。まあ、こう先週2位で今週3位ですから、結構支持が集まってる映画で、評価も高いですよね。まあ、なんだってね、もう巨匠ペドロ・アルモドバル監督ですからね。といっても僕ボルベールぐらいしか見てないんじゃないかな。他なんか見たかな最近。ライフ・イット・セルフ、未来に紡ぐ物語って映画にアントニオ・バンデラス出てたんだけど、これ違う監督特作品でしたよね、確かね。やっぱ見てないか、最近。ああ、他のどんな映画出てたの、ちょっとねチェックしてと分かんない。はい、すいません。そして第4位は初登場、今週初登場ですね、スキン。白人至上主義者に育てられ、自身も差別的なメッセージを象徴するタトゥーを全身に入れたや実在の若者ブライオン・ワイドナーの壮絶な半生を描き、アカデミー賞短編実写賞に輝いたスキン短編を、監督のガイ・ナティーブラ自らが長編化した衝撃の実話ドラマらしいですね。10代で親に見捨てられ、白人至上主義者グループのリーダークレーガーとシャーリンに実の子のように育てられたブライオン・ワイドナー、今やグループの幹部となり、全身に
まあ、いわゆるちょっとね、差別的なタトゥーを刻み込む筋金入りの、まあそういう人になっちゃったわけですよ。そんな中、3人の幼い娘を育てているシングルマザーのジュリーと出会ったことで、次第にグループからの脱会を考えるようになります。しかしグループは脱会を認めず、ついには裏切り者として、かつての仲間たちから命を狙われ始めるブライオンだったかということで、まあこういう人たちって狂心的で、まあ、結局まともじゃないんですよね。まあ一種のね、心の病じゃないかなと思うんですよ。まあいわゆるヘイトスピーチする人たちも、それをね、それにカウンターを当てるいわゆるカウンターの人たちもね、まあちょっと正直申し訳ないけどね、まともではないのかなっていうのがあって、まあ心の病抱えてる人多いんじゃないですか。おそらく、まあ内なる衝動を抑えることができない何らかの病ですよね。まあ例えばそれは統合失調症かもしれないし、あと双極性障害かもしれない。もうそういう人って衝動をね、抑えることができない、トリガーがね、もう外れちゃってるんでね、まあ、あとはとんでもないことをしでかすわけですよ。まあそういう、まあこれはね、信念とかとは違ってね、僕は病気の症状だと思ってるんですよね。はい、まあデリケートな問題なんでね、あんまりこれ以上はちょっと言いませんけどね。はい、というわけで、第5位がですね、先週4位でしたコリーニ事件。はい、こちらね、まあ僕の動画でもレビューしております。ドイツの著名な刑事事件弁護士でもあるフェルディナント・フォン・シーラハの同名ベストセラー小説を映画化した社会派法廷サスペンスですね。ある殺人事件の国選弁護人になった新米刑事が、かたくなに動機を語ろうとしない被告人の弁護に苦しみながらも、やがて事件の背後に潜むドイツ刑法の大きな闇をあぶり出していく様を描き出すということで、まさにこれはね、ドイツならではの法律の闇ですね。ドイツ司法最大のスキャンダルとも言われている。まあね、そんな法律があったなんて僕も知らないんで、まあびっくりしたんですけど、まあそこのね、その法律の闇に迫っていく物語で、なかなかね、この映画見応えがありました。ぜひですね、僕の動画レビューもチェックしてみてください。結構面白い映画でしたね。はい、というわけでね、今週こんな感じになってますけど、まあシネコンに比べるとですね、ミニシアターの方がやっぱり映画好きの人たちは戻ってきてるなっていう感じがしますけどね。ただね、客席の、まあ客席状況を見るとね、まだまだね、ほど遠いかなっていう感じです。まあ、それでもシネコンに比べればね、ミニシアターの方が、やっぱり映画ファン、戻ってきてるかなという印象でした。